フォーメーションは4-3-3です、キーパーはクルトワで、やっぱり、世界でトップレベル戦ってるキーパーのやっぱり凄さっていうのを戦って感じたので選びました。右サイドバックはカルバハル選手で、本当にいい選手だなと思ってます。センターバックはミリトン選手と、誰だったっけ、アラバかな、ダビド・アラバ。ほとんどレアルの選手になってしまうんですけど、やっぱり対戦して、この能力だったり技術だったりっていうのは本当にすごいなって思いました。左サイドバックはメンディ、レアルの左サイドバックのメンディ選手で、この選手本当に足元があってスピードもあって嫌な選手でした。中盤の3人はモドリッチ選手、トニー・クロス選手、ビルス選手です。もうこの3人とも本当に技術が高くて、本当にサッカーに対するこう理解度っていうのが高いので、対戦して嫌だったですし、特にビルス選手は、トップ下で攻撃に対してのこう嫌なポジションだったり、攻撃にの本当にゲームメイクっていうのがうまかったので、すごくいい選手だなと思ってます。フォワードはヴィニシウス、グリーズマン、インモビル選手です。理由は、ヴィニシウス選手はやっぱりドリブル、スピードに合ったドリブルだったり、攻撃に対するこうリズム感だったりっていうのは本当に独特で、すごく参考にしてます。グリーズマン選手はもう、攻撃も守備も本当にいいポジションに立っていて、本当に嫌な選手で、周りの使い方だったり自分のゴールを決めるタイミングだったりっていうのは本当にすごいので、これもまた参考にします。インモビル選手も一緒で、やっぱりこうゴールに対する嗅覚っていうのは本当にすごい選手だなって、対戦して、ハイライトだったりこうサッカーを見ていてもすごく感じるところがあって、僕にちょっと近いところがあるなと思っているので、すごく勉強しながら自分のものにできるようにこう見たりして勉強しています。なので選びました。これが僕のベストイレブンです。